98%、 あと少しです。なぜだ。なぜ白き月の落とし子たちは私の邪魔をする。私は白き月と一つになりたいだけなのに。白き月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白き月を変えてしまったのか。それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白き月の方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。チキショー、数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。被害状況は？ D ブロック左舷に直撃。伝送系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。これじゃ指揮ができないぞ。もしもし、エルシオール、エルシオール。十字方向より攻撃衛星2機。おい、タクト。取り付けました。攻撃衛星を撃破。はあ、だがどうしてこっちの意図は。エルシオールに接近する敵をトリックマスターが次々に迎撃しています。すっげえ。タクト、これならいけるぜ。発射準備、照準合わせ。
終わったな。通信回復しました。黒き月は消滅したんですね。やった、やった、私たちの大勝利よ。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。それにしてもエルシオールとの通信が途絶えた時は焦ったよ。ミントがいなかったらどうなっていたことか。エルシオールが故障していても通信できたなんて、さすがはトリックマスターですよね。エルシオールとの連携攻撃も巧みでした。いいえ、私からも通信はできない状況でしたわ。え？じゃあどうやってお互いに連絡を取ってたの？私もですわ。ダクトさんならきっとこうするだろうと思って動いておりましたの。じゃない、通信ができなくても二人の心は通じ合ってるのね。そうだったんだ。私、後でラッキースターにもトリックマスターと同じアンテナをつけてもらおうと思ってたのに。機体の構造上不可能だと思います。それに黒き月との戦いは終わったんだよ。これ以上誰と戦おうってんだい。それもそうですね。戦いはもう終わったんですもんね。ええ、これでもう心配することはありませんわ。タクトさん、帰りましょう。シャトヤン様やシバ王子も私たちの帰還を心待ちになさっていますわよ。これより叙勲の儀を執り行う。まずはタクトマイヤーズ前へ。マイヤーズ、この度は誠に大義であった。そなたの働きでトランスバール公国は救われたのだ。うん、今日はやけに素直だな。そんなことだろうと思った。実は私も同じことを考えていたところだ。大事な儀式の最中に雑談などしていただいては困りますな、芝陛下。わかっている。先を続けてよいぞ、ルフト宰相。
予算がたくと最小閣下などと呼ばれるとむずがゆくなるわい。そうだ、私も堅苦しい呼び方をされるのは好かん。それはそうだが、いや、あの場所に再建はせず、この仮設宮殿にそのまま移転しようと思っている。失ったものを取り戻そうとあがいた男がどんな末路をたどったか、この目で見たからな。そうだ、それよりは新たな場所から新たな一歩を踏み出そうと思うのだ。ああ、お取り込み中のところ失礼します。そろそろ式典の続きに戻っていただけませんか。後が仕えているんですが。しらじらしくとぼけるな。さっきからいただろうが。パーティーもいいが、任務も忘れるなよ。お前は新たに結成された辺境調査隊の司令なんだからな。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。エオニアの掲げていた目的をこの私が実行することになるとは思ってもみなかったがな。うん、私はここに誓おう。広告の未来が万民にとってより良きものとなるよう最大限の努力をすると。よろしく頼むぞ、マイヤーズ。そなたが元気に帰ってくる日を待っている。そろそろ出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない。タクトらしいといえばらしいけどね。タクトさん、またどこかでお会いできた時にはよろしくお願いしますわ。辺境まで出かけて行ってあるかどうかもわからないロストテクノロジーを探すなんて、タクトもほんときつい仕事に疲れてるらしいね。そういうタクトだから心配はしてないさ。あんたならやり遂げるって信じてるよ。短い間に随分成長したもんだね。なんだか嬉しいような寂しいような複雑な気分だよ。お世話になりました、タクトさん。タクトさんと過ごすうちに少しずつ自分が変わってきた気がします。エルシオール、もう見えなくなっちゃったね。
正直ちょっと寂しいわね。そうだね。タクトだけじゃなく、ミントもだからね。私もお名残惜しいですけれど。もう決めたことですもの。皆さんには本当に感謝していますわ。このことはタクトさんには伝えていないのですか？え、伝えるまでもありませんわ。エルシオール、全システム異常なし。あと1時間でクロノドライブに入ります。了解。これでしばらくトランスバール本生ともお別れだな。やれやれ、お前は相変わらずだな。いや別に、安心したってことだ。後方より正体不明の機影が急速に接近中。まもなく本艦と接触します。何？まさかエオニア軍の残党か？は？目標の識別ができました。紋章機トリックマスターです。トリックマスター、ミントさんが。どういうことだ？タクト、お前このことを知ってたのか？トリックマスター、本艦と並びました。司令、ミントさんと交信しますか？あ、トリックマスターから通信です。たとえそうであっても、言葉が欲しい時だってありますわ。考えていることは私にもわかりますわ。それでタクトさん、私がお聞きしたい言葉はまだおっしゃってくださいませんの？はい、ずっとお供いたします。タクトさん、愛してますわ。